今年の春登場した新しいプライズゲームゲッタースピン。ボタンを押すとこの赤い棒が落ちて黄色いテーブルの部分に当てられるとテーブルが傾き景品が落ちるという仕組みなんですけれども、この緑色のゾーンの方向にテーブルは傾きます。赤いバーが降りる速度は一定なんですけれども、スタート位置ですとかどこまで下がるといった設定については設定によって変えることができるようです。2つの動画を同時に再生させるんですけれども、この赤いバーの降りていく速度というのが一定だよっていうのが分かるんじゃないかなと思います。このバーのスタート位置は毎回ランダムにすることもできたりもしますし、どこまでバーが下がるかっていう設定を変えることもできます。この赤いバーが下がれば下がるほどテーブルに角度がつき景品が大量にゲットできます。テーブルが傾く方向は必ず落とし口側になるので、落としたい景品が落とし口に近づいた時の黄色いバーを狙うようにボタンを押していただければよろしいんじゃないかなと思います。まあそのタイミングを合わせるっていうのはなかなか難しいんですけれどもね。まとめると、テーブルの傾く方向は落とし口側、バーの降りる速度は一定、こちらを頭に入れておきましょう。ではじゃあどんな台が取りやすいのかというところを紹介していきます。まずは取りにくい台の解説です。景品が平積みだけの場合ですね、こういった場合は大量ゲットが難しいです。なぜなら摩擦が効いているので、テーブルが思いっきり傾かない場合、景品が全く落ちてこないなんていうこともあります。こんな感じですね、黄色いところにクリティカルヒットしたとしても1個も落ちてこないなんてこともありますのでご注意ください。反対に大量ゲットが狙える置き方はこんな感じですね。平積みだけではなく、その上に景品が重ねてあるような場合、こういった場合は上が倒れてきて下の景品も衝撃で落としてくれたりもするので、大量ゲットが一撃で狙えることもあります。もちろん平積みでもかなりテーブルが傾いてさえくれれば景品大量ゲットは狙えるんですけれども、やっぱり平積みよりもその上に何段かに景品が重ねていない場合の方が大量ゲットが狙いやすいんじゃないかなと思います。この置き方もいい置き方ですね。平積みの上にタワーになっているので、上の景品が落ちてきて衝撃で何個も落ちてくる、そういった形になります。実際触ったことがないんでわからないんですけれども、おそらくテーブルは摩擦があるんじゃないかなって思うんですよね。結構滑りにくい素材なんじゃないかなと思います。なのでこんな感じで段重ねになっている場合は景品が落ちやすいですし、後からこうやって落っこちてきたりもしてくれます。これもそうなんですけれども、テーブルに設置している面の景品っていうのはあんまり動かないで、その上の景品はスルスルって落ちてくるんですよね。なのでおそらくテーブル面摩擦があるんじゃないかなと思います。それでですね、高ければ高いほど景品取りやすいよって申し上げたんですけれども、景品同士安定しているタワーの場合はなかなか簡単に崩れない、そんなこともあります。ただその場合でも何回か同じところをひたすら狙っていくことによってタワーのバランスが崩れていくんですね。でタワーのバランスが崩れたところを集中的に狙っていくと、最終的に景品をこのようにゲットすることができるよという形になっています。何度も申し上げるのですが、赤いバーがボタンを押してから降りるまでのスピードというのは必ず一定ですので、慣れれば狙うことはできます。バランスさえ崩れてくれれば上の部分はこんな感じに簡単に崩れてくれます。はい、落とし口サイドに2段以上積まれていたら大チャンスですね。もう摩擦とかも一切関係なくボロッと落ちてくれるので、この時そうですね、31、2個かな、100円で落とすことができました。簡単にゲットできますね。これも同じですね、落とし口サイドに2個あるとこんな感じで簡単に落ちてくれます。まあとにかく平積みよりも段重ねになってるものを狙っていただければ結構大量ゲットが狙えるんじゃないかなっていうところですね。
あとはこういう置き方の場合は少しはみ出ている景品を狙って押してあげるといいと思います。はい、押しますね。続けてはみ出ているものを押して落ちましたね。個人的に一番好きな積み方はやっぱりこれですね。ピラミッドみたいに積まれている方法だと上が崩れてくれると下の景品も崩れてくれるので成功した時の映え方がとてつもないですね。完全に実力で大量ゲットが狙うゲームなので皆さんもよかったらやってみてください。こんな編集し終わった後にですね、やっぱりゲッタースピン遊びたくなっちゃったので90分かけて行ってきました。そしたら100円でこんだけ取れました。やっぱりゲッタースピン好きだな俺。100円で15個、もうゲッタースピン以外勝たん。最後までご覧くださりましてありがとうございました。コメントやいいね、チャンネル登録いただけるととっても嬉しいです。ぜひ開発担当の方こちらの動画ご覧いただいてたらですね、一緒にぜひゲッタースピンの対決なんぞしたいのでぜひお願いいたします。